ごきげんよう。感動起爆剤研究所所長の宮崎豊です。今日は2023年8月の26日土曜日です。今日は人生にもっと笑いを、人生にもっと感動というんで、君まろさんの夫婦川柳を言っております。今日からですね、この君まろさんの夫婦川柳パート2から、傑作戦2から今日は新しくパート3といいますかね、傑作集の3に今日新しく入っていきたいと思います。で、今日は早速ですね、文庫版前書き&新作スペシャルというところをですね、行ってみたいと思います。皆様いかがお過ごしでしょうか。その顔でいきなり来ますね。最近膝がコキコキ鳴るようになって、コキ70歳になったことを痛感している綾小路きみまろです。そろそろ終わってもいいコロナとみんなが願っているのに、相変わらずコロナ禍が続いています。私の漫談ライブも一時は中止や延期に追い込まれましたが、感染予防対策を取りながら徐々に再開しています。最近はこんなネタも、お父さん今日の夕飯は何作ろうかしら、そうだな、たまにはシチューが食べたいな、あら嫌だ、お父さん何言ってるの、シチューなんて絶対ダメよ、なんで、だってシチューかっこシと中シチュー感染しちゃうじゃない。皆様笑いすぎで飛沫を飛ばさないように注意してください。他にも、そういえば三密って何のことかしら、決まってるだろう、あんみつに黒蜜、それに白蜜のことだよ。この続きをお知りになりたければ、ぜひライブにお越しください。かっこ笑い。テレワーク、スティーホーム、巣ごもり、と家にいる時間が増える中で、夫婦で向き合う時間も増えました。こんな時こそ、ご家庭には笑いが必要です。いいこと言ってますね。それはわかってるけど、夫婦で交わす話題がないよ。何言ってるんですか、ご主人。そのためのネタ本がこの君まろ夫婦川柳傑作集なのです。今回の文庫第3巻では、1巻から3巻まで収録したすべての夫婦川柳を集めた全作品リストをつけています。こう、すごいですね。その数なんと715句。すごいあるんだ。これらの中には、今の感覚からすると、古く感じられるネタもありますが、これまでの作品の集大成ということで、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。巻頭は巣ごもり夫婦にぴったりの新作川柳から始まります。疲れもコロナも、この一冊で笑い飛ばしてください。2021年6月吉日、綾小路きみまろというんでね、新作がありますので、今日は、初めてなので、新作の一句だけを紹介して、次は明日とさせていただきます。その一句ですね、新作一句。今日も在宅、かっ、あのルビで今日もうちと読ましたですね。今日も在宅、はてなマーク、明日もいるの、はてなマーク、妻の圧、今日も在宅、明日もいるの、妻の圧という、これはこういうことですね。自宅で仕事ができていいなぁという声もあるテレワーク。そのせいか、なりたい職業ランキングで会社員が1位になったこともニュースになりましたが、お家の中では微妙な圧がかかっているようです。ほう、何の圧だ？さらに残業がなくなり、自粛で会社帰りの一杯もなくなった父さんには、我が家のコストカッター奥様の厳しい仕打ちが…自粛でしょ、女房に睨まれ小遣い減、自粛でしょ、女房に睨まれ小遣い減、家飲みの旦那に要請時短でしょ、家飲みの旦那に要請時短でしょ。そんなご主人、接待を受けた官僚の
飲み会を絶対断らないという迷信にもムカついています。俺だって断らないけど金がない、かっこなく俺だって断らないけど金がない今日の夫婦川柳傑作3週目のですね、新作の第1句は今日も在宅、明日もいるの妻の圧のお送りしました。今回から新しい夫婦の参戦を今日からお送りしたいと思います。私も新しくですね、昨日チャンネル登録1000人達成しました。誠にありがとうございます。今日からはチャンネル登録2000に向かって新たに出発をしていきたいと思っております。新しく出発した夫婦川柳パート3も合わせてよろしくお願いしたいと思います。 Good job.